の中でもベテランなんです。ベテラン、言い方が悪いんですがちょっと古い船となってますね。自衛隊を鉄船の寿命30年として使っているんです。この旗風、3年ほど前に30歳迎えたんですね。そろそろ引退なのかななんて思っていたら、この船に関してはもう少し使いたいということで延命講習をしたんです。あと5年から10年くらいは頑張ってもらうそうです。ですが171という番号を外してしまって他の番号を付け替えるそうです。新しい船に生まれ変わるんですね。そしてその奥にも今日は船がたくさん帰ってきてますね。皆さんこんなに帰ってきている日もそうそうないですよ。かなりラッキー。船は全部本物なので毎日同じ船が止まっているわけではないということになりますね。たまに来てみると遺跡もいない日もよくありますよ。今日はいっぱい止まってます。では忙しいです。すぐまた右側をご覧いただくと、今度やっと見えましたアメリカ海軍の船。右真横の船は54番、名前がカーティス・ビルバーと呼ばれるアメリカ海軍の船。実はこの50